England, Japan, サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。金子克彦でございます。絶好のサッカービールと。小谷さん、それではお渡しします。よろしくお願いします。はい、小谷です。まもなくキックオフです。前半の45分が始まります。このカードはイングランド対日本、この試合実況は辛口の私、小谷大輔です。解説は金田信俊さん、木村和志さんのお二方をお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本スローイン、ドリブル、左サイドからの展開、チャンスだ。手元の時計で間もなく前半の10分。打った。現在までのところ両チームとも無得点です。左サイド。上げる。ロングシュート。これはキーパー真正面。審判流しました。プレーオン。ここで潰されるようだとやはりゴールを狙うのは辛いですよね。得点は0対0。中盤でボールをキープ。おっ、シュート。強引なプレーでしたね。すでに手元の時計では23分を回ったところです。このパスはちょっと安易だったか。ゲームは0対0で推移しています。カット。どんどんボールを動かすことが必要ですね。もっとディフェンスを動かすことです。打った。日本、誰に合わせてくるか。折り返した。前へ大きくフィード。ここからどう展開するか。
しっかりとキープしたいところ。左サイドから仕掛けていきます。前方のスペースを狙い、未だにゲームに動きは見られません。この時間帯に踏ん張って点を取ってると後が楽になるんですがね。チャンスだ。前半残りあと4分。このドリブル、相手ディフェンダーの早めに潰したい。クロスが上がっている。防げるか。どう展開していくか。中盤を省略、主審のホイッスルで前半終了です。残り45分、後半戦が始まりました。ポジションチェンジの動き、時には強引なドリブルも必要ですね。落ち着いて中を見る。ロングシュート。前方のスペースへドリブル。こういう動き、相手は混乱しますよね。中盤でボール、空いたスペースへドリブル。左サイド、どうだ。リプレイが出ました。イングランド、貴重な先制点を奪いました。ここから落ち着いて展開していきたいですね。キックオフで再び試合が始まります。長いボールだ。パスの意図がわからないですね。イングランド、1点のリードを奪っています。ここで守りに意識が行き過ぎるとかえって危ないですね。チャンスだ。中央へ戻る。これで相手のディフェンスはロングシュートも警戒しなければならなくなりましたね。オーバーラップしてきている。なんとキーパー、慎重にボールを運んでいく。さてここからどう出る。どうだ。入った。やった。リプレイが出ました。素晴らしいシュートを決めました。こういうすごいのを見せられると興奮しますね。キックオフで試合再開です。ここで止めたい。ノーホイス、日本キーパー危なげないキャッチ。通されるとピンチ。ボールをキープ。どんどんボールを動かしていかないと崩せないですね。イングランド、ここまで試合を優位に進めています。2対0。日本、戻りが早い。やる気が感じられませんね。イングランド、このパッ、ディフェンダーのキーパーきっちりと抑えました。キープ。ここからどうゴールを狙っていくのか。ロングシュート。
これで PK にならないんでしょうか。これはちょっと縦一本放り込んできた。イングランド2点のリードで終盤に差し掛かっています。ここで試合終了の笛が鳴りました。レベル的にはそんなに差があるはずではなかったんですが、イングランド代表2点差での勝利はまずまずといった感じでしょうか。それでは失礼します。さすがに強いですね、イングランド。やはり操作しているプレイヤーの腕が確かなんでしょうね。皆さんごきげんよう。さようなら。World Cup 98 France. Road to Win.